うわ明日から何もしなくていいみたいな日がね1週間できたとしよう仮に、はい、何する君こういう時って私何聞かれてるんだろうと思って当たり障りもないことを言う子が結構いるんだよね合格か不合格かだけあ分かりましたもう決めましたよはい、はい、どうもしゅんですこんにちは今回はですね伝願さんに面接をしていただきたいなっていうふうに思っております面接官で結構上から人を選ぶ立場ですけどしちゃっていいんですか今日初対面なのでぜひお願いしますいいんですかそんなことしちゃって、はい、伝願さんが思うその優秀な人の定義とかこういう人と一緒に働きたいとか後半の部分でお伺いできたらなと思ってますなるほどよろしくお願いしますよろしくお願いします今人生で何を目標に何を考えて生きてるの今は世界で戦える会社を作りたいなと思って世界はい具体的にどういう感じのものが作ってみたいな直近の目標としては世の中の就活生特に地方の大学生とか機械とか情報とか体験の格差を感じている人たちの課題を解決したいなと思ってなるほど直近では活動していますじゃあちょっと聞いてみたいこと何個か一質問しますねはい飲み会好きあの仕事場とかで結構さ上司から誘われたりするじゃんかはいそういう時の飲み会って行く人行かない人1回は行きます必ずあ1回は必ず行くはい君の傾向が見えてきたと2回目どういう判断で行く行かない決めるの基本的に誘われて学べるものがあるかってちょっとでも思ったらとりあえず行きますなるほど今の若者は結構断ったりするからね普通にいや君はその中でもよく行く方なんだねうわ明日から何もしなくていいみたいな日がね1週間できたとしよう仮に、はい、何する君やりたいことはたくさんあるんですけど、うん、一旦外界との接触を避けます友達と会わずに、まあ、山とかにこもるもしくは海とかでダイビングして自分自身が本当に何したいかとかどういうことを本当の意味でやりたいのか成し遂げたいのかっていうのを考える時間に割きたいですねなるほどで過去に結構そういうの考えたりした時間あるんですかそうですね山にこもって3日間とかよく山にこもって3日間、はい、面白いね君あのちょっと今からシチュエーション言うから君ならどうするっていう質問はい、君はね今野球部の監督なの、はい、高校最後の大会に今向かおうとしているとで高校3年生が9人いるの君のチームには、はい、この9人で試合に出ること最後の大会に出ることを夢見てるわけこの9人はやけど2人はそんな上手じゃなくて高校2年生2人出した方が戦力的には上です、うん、じゃああなた監督なら誰出しますか前提条件でちょっと少し質問があるんですけど、はい、その9人は9人で出ることも大事だと思うんですけど甲子園に出ることも目指してるっていう認識であってますかはい、それでいいと思います。勝利は目指してます。であれば、うまい2年生を出します。なぜとか一応聞いていいですか？はい。なぜ部活動をするのか、なぜ甲子園を目指すのか、なぜ野球をやるのかっていうところが一番大事だと思っていて、うん、なるほどなるほど。部活動で一つの目標に向かってやるには、って考えたときに、その手段として、全員3年生が出た方が勝利に近づくのであれば、その方がいいと思うんですけど、近づかないのであれば、出すべきではないと思ってます。メンバー一人一人がなんで野球をやってるのかとかにもよるんですけど全員が本当に仲良し恋しでサークル乗りでいいっていうのであればまた手段は変わってくると思うんですけどやっぱり貴重な時間を部活動に費やして甲子園を目指しているのであれば 1% でも勝つことに近づくことをやるべきだと思うし出れない2人も納得するべきだと思ってます君という人が非常に見えてきたよどういう時が一番楽しくてどういう時にしんどいって感じるんですか僕らの会社まだ3年目で正社員とか本当の意味の仲間がもう最近増えだしたっていう感じです一人一人仲間が増えていって目標達成する過程と達成した時にやりがいとか幸せだなっていうのを感じるっていうところと苦しい時に関しては結局全部自分のせいだと思ってるので時間がその目標に対して費やせてないと感じている時楽しくないなって思っちゃいますなるほどなるほど会社の中でメンバーがいるという話がちょっと出たけど、はい、仲間の役割ってどうなってるの多分君がキャプテンみたいな感じかな、はいその仲間たちはどういう風な役割なの？スタンスとして僕がそのトップダウンっていうよりは真ん中にいて周りに人がいるっていう形でなるほど出演以外は基本的に全部やるっていうのとあとは今企業の YouTube チャンネルの運営とかもしてるのでその企業さんの対応とかもう全部っていう感じですねなるほど役割はみんなサブリーダーっていう感じですね一応でも会社っていうのは社長みたいな人がいるわけだから多分社長のポジションだと思うんだけど、はい、下を抱えてて大変なこととかってありますか自分が当たり前だと思っていることは当たり前じゃないっていうことを生じることはよくあってそれは自分自身の伝え方とかが足りてないっていうのが大前提なんですけどその時に大きいトラブルとかがあった時はあ大変だとは思いますねなるほど大変だと思う時に言うてそこまでないかもしれないですね今は大体わかりましたで質問以上で大丈夫ですはい面接が終わったということで一旦結論から合格か不合格かだけあわかりましたもう決めましたよはい、はい、お願いしますしゅんくん
君は合格です。おお、やった。一緒に働こう。ありがとうございます。理由を伺ってもいいですか。これ私が聞いてた質問いろいろあるんですけど、基本的に見てるポイントは3つしかなくて、能力ポイントではまずその1が目的目標を考えられる人なのか、でその2が役割と責任を持てる人か、で3つ目がコミュニケーションが取れる人かどうかっていう観点で能力を見てました。質問されたことに対して1文目にその質問のまず答えが来るかどうか、これがまずね結構大事で、それが来てて、その理由がその後ろに肉付けされてるっていう感じだったから、あ、話してて話が分かりやすいなと思いました。はい、っていうのがまずその1ポイント、はい、かつ野球部の質問をした時に何が大事なのこのチームにとってってことが考えられてたこと、これがポイント高かったです。9人出しても7人出しても別に答えはどっちでもいいですけど、このチームは何がしたいのかって目的目標を明確にイメージしてるということが感じられたので、あなたはチームの中で多分目的目標を見失わずにやれる人なのではないかと考えました。おー、はい、そういうことですね。あとね、年功序列が好きか成果主義が好きかっていうのもあります。あなた成果主義派です。だから我々みたいな小さなチームに向いてると判断した。そのサークルみたいなうちうちのノリだったら9人でいい、確かにと思いました。だってサークルってそういう目的のチームだから、だから目的に合わせて結果が違うってことも考えられてたってことがポイント高かったですね。あと1週間時間ができた時に山に行くって言った時、こういう時って私何聞かれてるんだろうと思って当たり障りもないことを言う子が結構いるんだよね。そんなやりたくもないけどなんか旅行に行くとか言っちゃうとか、でもこの人は本当に山に行くんだろうなって思わせてくれました。受験とかって正解があるものにどうアプローチするかっていうのが大事なんだけど、就職してからの仕事っていうのは答えがないことに対してどうアプローチするかっていうのがとても大事になります。だってまだ新しく世の中にないものを作ったりするわけだ。だからそういう時にありのままを答えてくれたってことがポイント高かったです。誠実さとかなんか素直さみたいなところがある種見られてた。あ、そうです。コミュニケーションについては飲みの誘いの質問1回は必ず行くっていう答えの人が好きです。なぜかというと最初からいやこんな人と飲んでも何の価値もないわって思うよりは何かあるんじゃないって思ってチャレンジしてくれるかどうかっていうのが結構好きで、学びっていう言葉が出たけども学びを大事にして生きてるんだな、僕は結構魅力的に感じました。ありがとうございます。はい、レンガンさんが今仕事をする上で大切にしていること、もしくはメンバーを複数にこれが集めるとしたらこういうことをより大切にしていきたいみたいな他のポイントがあったら教えていただきたいです。答えがない質問を自分で考えられる能力です。問題解決能力っていうよりは、そのちゃんと問題を見極める力とか新たな課題を見つける力みたいなところの方が大事っていう、まあそれが大事なんじゃないでしょうかね、ちなみにじゃあレンガンさんご自身が就職活動中も今のポイントに気をつけて答えていたっていう、そうですね、まあ、僕はこれできますよって答えてた気がしますね、どっちかというと答えがない方が楽しいって思う人だから僕は、だからこういう世界に向いてるんですけど、今まで面接たくさんしてきたんですけど変わった面接で新鮮でした。これでも僕なりの質問なんで全部聞いてる意図はすごく納得だったので、ちょっと引き続きまた面接していただけたらなと思います。まだね実はね何個か質問残ってるまた次の時に、はい、取っときますね。次の時にまたぜひお願いします、はい、ということで、はい、本日はありがとうございました。ありがとうございました。就活会議と旬ダイアリーで自己分析ツールを共同開発しました。40問の質問で自分では知らない意外な性格が診断できます。就活生の皆さん、概要欄からぜひ使ってみてください。ご視聴ありがとうございました。